落として割るだからしゃがむ最終的には手でつまむのがうまくなるえーどうも獣医祭人ホームセンターゾリンガーです、えー、今日も昨日の続きになります例のパルクールです落書き探索パルクールそして落書き大創作大会のまあ続編ということでこれはまだトレーニングの量が少ないですあの。 今開発中の新スポーツなんですけど、とにかく落書きを探す。100個ぐらいじゃまだダメですね。まあまあ1000個、1万個とですね、探す。そのぐらいやってようやくまあ基礎が学べるでしょう。そのぐらい練習しないといけないです。だから今日もトレーニングしに行きます。帰り道にまあ何の変哲もないコイン精米機とか、まあ、公園のトイレとか、まあ、立ち寄るとえ。そしてそこで、えー、探索パルクールをやってみましょう。えー、では、まあ 基礎的なトレーニングをやってみましょう全面確認係定番のメッセージここにあり定番これもやはり定番のようだ定番の落書きはノーコメントで流しましょう定番の落書きはノーコメントで流しましょう 定番の落書きは誰もが知っているあの日本語です定番の落書きを見つけた時私は反省する、えー、どうでしょうか先ほどのは、まあ、無人駅の落書きでした でまあ、最も定番な落書きに出会いましたこの定番の落書きについてはですね、まあ、基本はノーコメントです、まあ、プロの落書き専門家としてあの落,落書き探索専門家なんですけど、えーまあ、プロとしてどう見るかまずはノーコメントそして次に行うことはですね、えー、なぜかこの読者側が反省するということですあの書いた本人はもう悪くないもうしょうがない定番だから それはですね、この探しているやつ、まあ、探している専門家ですね、が反省せざるを得ないということです。まあ、自分がやっている行為についてですね、まあ、落書きを探索するれば、まあ、当然このような結果になります。そのことについての、まあ、謝罪というかですね、えーまあ、この度はお詫びを申し上げますということです。で、ただですね、落書きは消さないんですね。あくまで自然のまま残す。まあ、これは自然現象です。まあ、定番ですから、そうなんですよ。 もう鳥が糞をするのと一緒です。あのー、野生動物が糞をするのと一緒で。まあ、それは落ちてますよ。えー、それについてはまあノーコメント。まあ、地球のですね自然の流れなんですね。でまあ、そこから受け止めることは、定番と定番以外をまあ分けることですね。定番についてはまあまあノーコメント。も何も言うことないですね。もう落書きといえばこれでしょうということで。まあ、そうなんですよもう完成されてるから。最も落書きとして、 まあ落書きらしい姿である、まあ、完璧な姿ですから、私は手を加えちゃいけないんですね、この定番の落書きについては。そうなんです、これは哲学なんですね、哲学。で、定番じゃない落書きはメッセージ性があると睨んでるんですね。それは先者が汲み取るべきだと。でも定番の落書きはもう一切手を加えないと。だからノーコメントですということです。えー、じゃあ今後もちょっと定番と定番以外をですね、見分けて、まあ苦評、苦渋を、苦をしていきましょう。 究極的な姿ですね、まあ、定番の落書きはもうその日本語だけが全てであり、まあ、答えであるということですね3文字で答えを描いたということです、えー、ところで話が変わりますが今度1月29日に、まあ、ヨジャアイドルがセカンドフルアルバムを発表を発売するのかするらしいです、えー、すごい楽しみになってきました、えー、今から約 3週間後かにまあ新曲が出ると当然影響を受けるでしょう、まあ、一番の注目ポイントはやっぱソヨンさんの年齢が異常に若いということじゃないかと思うんですねプロデューサーが、まあ、すごい若かされ多分今世界中見渡しても一番天才のブルに入るとでまあ私の中では、まあ、尾崎幸斎や種田三等かと同じぐらいやばい人もしくはそれ以上の天才だと、まあ、ソヨンさんは思います 20代半ばでまあこのセンスでやってくると。で、作詞もやる、まあ、作曲もやるということで、まあ、3週間後にまあ新作が出るらしいですね。当然影響を受ける。だから、まあ、その時にまたなんか動画を撮ろうかなと思ってますね、ヨジャアイドルについて。まあ、まあ、ちょっと今日とは関係ないんですけど、まあ、ニュースとして知りました。うわーい、駐車場だ、一発停車。 微妙な距離で信号が変わってブレーキするべきか赤でも突っ切るか悩んでいる男の顔写真集割と必死ですブレーキしたならば荷物ぐちゃ真っ白な壁が私の最も 興味ののあるものですどうでしょうか今日はだいぶ探索したんですけど残念ながら見つけることができなかっただいぶだいぶ見たんですけどねあの公園のトイレとかお店のトイレとか駐車場もしくはなんかその柱とか壁とかですねまあでもこれは基礎トレーニングですあの日々こうやって毎日トレーニングを積む24時間もうどこにいてもですねやっぱこの落書き探索パルクール この技を、まあ、習得するこここととだけは、まあ、絶対貫こうと思いましたこの世界観あの海洋ゴミと双璧をなしてるみたいやっぱり海のゴミと真剣に対話することと、まあ、この落書き探索ですね、まあ、本当に一生涯続けるべきものだと思いますあの意外な発見があるからそうですねまさかこんなことを言ってくるとはということで、まあ、今後もやっていきましょうえー、で ま思うこと、この真っ白な壁真っ白いものに異常に興味が湧いてきましたもしくは真っ黒とかですねその一色大体落書きされるものはまあそういうものです模様がない模様があると書きづらいから真っ白とか真っ黒とかですね、まあ、色が原色のみとかそういうものがなんか落書きされやすいでただっ広いそうまあ壁柱ですねそれにやたら興味をするんですねででもじーっと見てるけど何にも書いてないんですよ その真っ白い壁を見て異常に興味持って見ている人間になってきたとまあ新たな取り組みですまあ、今日はちょっとおとなしくこれで帰りましょうまあこれは毎日やることですから毎日やります、えー、じゃあまあおとなしく帰ります今日はこれで、まあ、日々こうやってトレーニングを、えー、積んでいますスポーツ新聞を割と買う人間になってた